はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、クイヒーディガホグの基礎の基礎ということでね、関西クラクラクラブの、ルクラン対戦リングからお届けしたいというふうに思います。基礎ってね、結構今時もう忘れちゃってる方も多いかもしれないし、最近ですね、まあ、クイヒーディガホグを始めようかななんていうふうにね、まあ、いろんな動画見て思ってらっしゃる方に対して、一番ですね、オーソドックスな、まあ、クイヒーディガホグを使える配置から、そういった村の取り方というところをね、本日は中心に話をしたいというふうに思います。なんでもうね、ゴリゴリにクイヒディガホグの動画見てる方はもしかするともう今更かよという内容になるかもしれないんですが、まあね、そう言っても結構綺麗に撮ってる動画から、あとはまあ残念ながら失敗しちゃったパターンまでいろいろこう織り交ぜていこうと思うんで、ぜひね最後までお付き合いいただければというふうに思ってます。さてではですね、行ってみたいと思うんですけども、今日合計ですね4本見てもらいまして、3本がまあ、前回パターン。1本が失敗パターンです。で、そのうちの1個は結構ね、特殊な、取り方をしていくのも入ってたりするんで、まあ、それなりにバリエーションを持って楽しんでもらえるかな、というふうに思うんですけども。さあ、このクイヒディガホグですね。まあ、どんな先生かっていうところを、まあ、最初にちょっとおさらいしておくとですね、当然、クイヒですね。ヒーラーとクイーンで、序盤パートを展開していきながら、主力のリグユニットっていうのは、このディガードホグライダーになります。まあ、今回ですね、この、キリさん、キリ長さんですね。20対9で、ディガーとホグライダー持ってってますけども、もう少しね、僕はホグライダーに寄せますね。14対13、半々ぐらいに回すことが多いですけども、まあこれは、その人ごとに好みがあったりするんで、見違いにまあどれがいいというふうには、あんまり断言しにくいかなっていうふうには思います。まあただね、そういう編成が、クイヒティが北という編成ですね。呪文の構成はもうこれほとんど私も同じですね。このキリさんと同じ編成を常に持っていってるという感じですね。スーパーウォールブレイカーを入れるところも同じです。で、まあこれがだからオーソドックスな編成になると思うんですね。あとはディガーとホグライダーの、数をこう分けていくところぐらいですかね。で、ポイントになってくるのはですね、相手のですね、このギガインフェルのこれですね、と防衛軍、今防衛軍釣り出してこう処理してますけども、こういう風にですね、この二つを、クイヒーパートで処理ができるっていう配置が、まあ、とにかくこれ使いやすいです。で、この二つを処理してしまうと、他の、防衛施設っていうのは、基本的に全部ディガホグで処理ができちゃうんですね。まあ、当然、相手のヒーローなんかは、ホグライダー単体だとやられちゃいますけども、ディガー混ぜておけば、ディガーが、相手ヒーローを倒してくれる。で、投石機もまあ怖いんですけども、投石機って実はね、この、本体の付近まで入り込んじゃうと、もうダメージ与えてこなくなるんで、まあそういうところもね、うまくこう活用しながら、このですね、編成使っていくことができるということで、もう一回言いますけども、ベーシックな方法は相手のタウンホール、まあギガインフェルノですね。あとはまあタウンホール10位だったらギガティサルですか。これと、あと、相手の防衛援軍、これは絶対に削っておく必要があるというところをね、まず押さえておいてもらえたらというふうに思います。で、そっからはですね、クイヒーで、サイドカットをしていきます。要するに、ディガーとホグライダーを出すときに、その二つのユニットたちがあんまり広がりすぎちゃいけないんですね。広がりすぎちゃうと、ヒールの輪の中にしっかり入んないで、回復効果の恩恵が受けにくくなるので、ばらけさせずに進めるために、まあ、こんな風に、しっかりカットをしていきます。まあ、今回、バーバリアンキングは、アーチャークイーンの、ルートを作るためのカットですね。っていう感じですね。で、こっちパート、クイヒーで全部、処理していきますね。クイーンで。で、こっちに関しては、投下兵舎を出していって、全部カットしていくと。で、残った、このルートに対して、ディガーと、ホグライダーを、間違えました。いいじゃない、こう、H ですね。ホグライダーと、ディガーをこう、流していくと。まあ、いう感じになります。見てもらってわかる通り、だいぶですね、ディガホグたちが、広がりすぎるにこう、進んでいるのがわかりますかね。これまた戻ってきますね、こういう風に。クイヒーでちゃんと、この3次方面、2次方面カットしてあるんで、この辺の、インフェルノだったり、あとは、ウィズト、まあ、この辺にユニットがこう集中するようなね、ルートが出来上がってます。で、まあ、こんな風にしてですね、全体の、ユニットたちのルートを作りながら、全体のじゃないな、主力となるディガホグのルートを作りながら、前回まで持っていく。これが、クイヒディガホグという戦術の、まあ、オーソドックスな使い方になります。で、もう一つですね、オーソドックスな方法っていうのはあって、例えばこう、なんていうのかな。今回ここがこう切れちゃってますよね。あと、マシだ。繋がってますね、こういう風にね。繋がっちゃってますけども、たまにね、これがこういう風に全部、なんていうのかな、分断されてる。壁がこんな風になっている、島型配置って言われる配置があったりするんですね。こことここに、
壁でくくられた区画がこう2つに分かれていて、真ん中にこう川が流れているような感じになっている。この島型廃止っていうんですけども、こういう廃止の場合には、まあ今言った限りではないです。あのですね、アーチャークイーンをこの間にこう流し、ここに逃げ物にクイーンを流していって、取っていくっていう方法ができる、まあそういう付け方もできるクイーンディガホグなんですが、まあそれはね、ちょっとベーシックな方法とは少し外れるので、私の別の動画で、このクイーンディガホグを使った島型廃止の取り方というところは詳しくまた紹介してますんでね、それもぜひ見てもらえたらというふうに思いますが、ベーシックな方法は今言ったように、ギガインフェルノと、防衛軍を壊して、潰してから、ルートをしっかり作って、ディガホグを流していると、まあ、こういう形になりますね。はい。でですね、二つ目ちょっと見てもらいたいのがこちらになります。これですね。これもですね、同じなんですね。結局は、相手の防衛軍と、あと、ギガインフェルノ、これをどういう風に序盤で潰していくかっていうところが、まあ、非常に肝になってくるんですね。今はこことここにあります。なんで、空飛の展開を9時からにしてますね。していって、この隙間にこう通していくことによって、両方とも処理するというプランを描いていってますね。で、マサさんが今回攻めてくれたこのアタックのパターンでいくと、バーバヤンキングをこっちにこうぶつけていきます。で、ホグライダーのルートをですね、まあ、こんな風に限定していくんですね。ディガーとマイナーとホグライダーのルートがこんな風になっていきます。で、その後後半でここをどうすんのっていうところに関してはちょっとまた後半で説明しますけども、まあ、序盤のルート作りはそんな風になっているということを意識しながらこの動画見てもらえたらという風に思います。相手のアーチャークイーンもですね、これ、自軍のアーチャークイーンでこう潰すことができるんで、これ非常に美味しいですね。相手のバーバリアンキングも潰せていっちゃいますので、まあ、こんな風にね、ヒーローたちっていうのはまあディガホグでも処理はできるんですけども、自分のそのアーチャークイーン、クイヒーパートで処理ができてしまうと、結構ね、その後から楽になるんで、美味しいかなというふうには思います。ただ、今回のケースでいくと、ギリギリ釣れましたかね、よかった。ディガホグが結構ですね、アーチャークイーンにも迫っちゃってたんで、もしかしたらこのアーチャークイーン釣れないかなと思ったんですが、やっぱ釣れなかったですね。釣れなかったんで、これは、もうディガで処理するしかないというところですね。クイーンのクローク使ったタイミングで、相手のアーチャークイーンのターゲット外れましたね。ただ、まあこんな形でですね、分かってもらえるかと思うんですが、この、ゾーンに、ディガーとホグライダーが全部集まってます。こうなるとヒールがしっかりかかるんで、長生きしますね。そして、ここから入ってきた、ユニットたちが、こっちにそれないように、これロイヤルチャンピオンを使って、ここ処理してますね。そうすることにより、三次画面にこう流れていくという形になるわけですね。まあ、このロイヤルチャンピオンのそのカット、結構ね、いいタイミングで出しましたね。これ、少し早く買ったら今度ロイちゃんがあっという間にやられちゃうし、遅かったら、ディガホグがこうね、12時方面っていうんですか、上の方にこう流れていっちゃって分断されちゃうんで、よくないんですけども、このマサさんの今のロイヤルチャンピオンのタイミングはほぼほぼ完璧ですね。多少まあ遅いんじゃないかっていう意見もあるかもしれませんが、そこまできっちり合わすのは難しいので、まあ、こんな風にね、ディガホグライダーのルートをしっかりと限定できる、ロイヤルチャンピオンの付け方ができている以上は全く問題ないというか、もう完璧だと言っていいと思いますね。素晴らしいね、そのタイミングだと思うんですが、まあ、基本的な使い方は、さっき言ったように、相手のギガインフェルノ、タウンホールですね。これと防衛軍を潰して、残ったバーバリアンキング、あとは10日兵舎ですね。これを使って、ディガホグのルートを作ってから、そこの、ディガホグと、アーチャークイーン、クイヒーと、バーバリアンキングだったり、ないしは、10日兵舎のその間にですね、サンドイッチで流していくというのが基本になります。これですね。ここクイーン。で、こっちが、キングですよね。あと、キングプラス、東海社もあったかな。あと、これは6ボマーか。ボマー投入しますね。で、残った、ここの隙間、この隙間のゾーンにディガホグを出していくというね、まあ、こんな風なプランニングっていうのが、ま、基本になってくるっていうところを押さえてもらえたらという風に思います。で、ですね、これ実はですね、シングルインフェルノの村にすごい刺さりやすいんですよね。なんで、まあ、ディガホグ当然数が多いんで、シングルインフェルノほぼほぼ無効化できちゃうんですけども、その数の力によってですね。ただ、まあ、一方で、アーチャークイーンのクイヒーパートっていうのは、当然シングルインフェルノがあるとだいぶ、攻めをしにくいんですけども、そこをね、あえて、もうアーチャークイーンを突破させていくという方法を取ってるのが、このシュンヤさんのアタックですね。編成的にはほとんどこれ私の編使ってる編成と同じですね。呪文の構成もこれです。フリーズ2個を持っていって、これで、どうしていくかってとこなんですけども、よいしょ。
クイヒをですね、今ここから、4時方面から展開してますけども、こんな風にこのシングルインフェルノに向かわしていきます。向かわせていって、で、相手の防衛援軍のタウンホールをここで処理していくんですね。で、シングルインフェルノに関してはしっかりフリーズをかけて処理していくことによって、ラージャークイーンをギリギリ活かすというテクニックを使っています。まあ、これですね、なかなか勇気がいるんですけども、逆に言うとここさえ突破してしまえば、あと何とでもなっちゃうなと、アーチャークイーン、うん、そのままもう無双できるなっていうことが多分、まあ、シュエさん見えていたんじゃないかなと思うので、ここはもうあえて突っ込ましていきましたね。しっかりフリーズを使っていったんですが、まあ、ちょっとクロークを発動させられてしまいました。が、まあ、結果的には、別にね、アーチャークイーンの体力が全開になっているので、レイジももう一発残ってますんで、これはしっかりと、防衛援軍から相手の、タウンホールまで処理していけるという形になりますね。ほぼこの場、ここまではまあ、完璧と言っていい状態なんじゃないかなというふうに思います。でですね、これでしっかりと相手の、急所を壊してから、投下兵士はキングを出していって、これも同じですよね。こっちをクイーンでカットして、こっち側に関してはキングとあと投下兵士を入れていくと。残ったこのルートに関して、ディガホグを流し込んでいくという形ですね。まあ、こういうような構造を作っていってます。で、ロイヤルチャンピオンに関しましては、これは、くじ側に一気に向かわせていきましたね。こうすることによって、なおさら、ディガホグのルートっていうのが限定されて、非常にこの狭いゾーンをディガホグがこう歩けるような形になっていますね。で、スケルトンドラップが出てきても、これ全然ディガが処理できちゃうんで、何の問題もないというところで、最終区画にあるインフェルノタワーのところ、もうヒーローをしっかり残した状態で、投石機も完封、あとはシングルインフェルノタワーに関してはもう、ホグの数の力を押し切るという形ですね。うん、教科書的な、ディガホグの使い方から、こういった、シングルインフェルノを相手にする、まあ、クイヒーパートっていうのも、フリーズを2枚積んでおくと、まあ、クロークも含めて合計3回、シングルインフェルノターゲット発せるんで、大体それで処理ができちゃうんですね。なんで、シングルインフェルノもそんなに怖がらずですね、しっかりクイヒーがそのシングルインフェルノに向かっていくようなルートが作れさえすれば、このクイヒーディガホグって全然機能するので、そこはですね、なんていうのかな、まあ、慣れも多少いると思うんですけども、シングル見かけた瞬間にもう諦めるんじゃなくて、そこをどう突破するかっていうところもね、ぜひ挑戦していてもらえると幅が広がるんじゃないかなというふうに思います。さてでですね、一番最後見てもらいたいのが、ちょっと残念ながらの失敗例になります。さっきのね、キリさん、ナイスなアタックを見せてくれたんですが、残念ながらこのね、次のアタックでは失敗に終わってます。なんでかっていうところをね、ちょっと考察していきたいんですけども、このアタック、まさにこれ、島型なんですよね。島型って何かっていうと、もう一回言うとですね、ごめんなさい。ちょっと一回止めようかな。よいしょ。こんな風に、配置が2つこう切れてますよね。ここの真ん中に川が流れてるような感じ。ここに対してクイーンを突撃させていくんですね。そうすることによって、このクイーンが通るこの両側を軒並みこう潰していく。ここ全部こうクイーンに潰させるんですよ。そうするとディガーホグのルートが簡単にこう作れますよね。ディガーホグライダーのルートがこんな風に。で、いう風な、まあ、目論見で攻めていくのが、まあ、この島型配置なんですけども、ですね、やっぱシングルインフェは怖いので、序盤、こんな風にですね、突撃艦にエイティを突っ込んでいって、ここをしっかりですね、相手のシングルインフェを潰していきます。で、理想はこの防衛援軍もエイティで吸っちゃうことなんですね。連れてしまえば、なおさら良かったんですけども、ちょっとね、そこまで、突撃艦が伸びきらずに援軍釣れなかったのは多分誤算ですね。ここの場所に突撃艦を投げるんだったら、おそらく、キーさんだったら多分援軍釣ることを考えてるんじゃないかなというふうに思うんですけども。さあ、ですね、ここからただまあ、クイヒーのルート的にはほとんど問題なしですね。中にこう向かっていくようなルートが描けていると思うので、クイーンにヒーラーをつけてこう突撃させていきます。対空砲のね、ターゲットを、この壁際で受けないためにヒーラーを後出しする。まあ、こういう細かいテクニックも上手いですね。すごい、絶妙なところやってるなというふうに思うんですけども、ライトラでカットをしながらクイーンのルートを作っていきますね。さあ、ここからですね、相手のタウンホール、これも壁の外から射抜けます。防衛援軍も、ね、処理ができる。投石機まで壊しましたね。さあ、こうなってきたときに、どうやってですね、これを、取っていくのかっていうのはもうほとんど形が見えてるんですけども、なんでね、今回これミスっちゃったのかってところをね、ちょっとよく、見極めていきたいと思います。で、一つはですね、まずここ、スケルトントラップの存在ですね。このスケトラがですね、実は嫌なんですよ。なんかね、こう嫌な仕事をしてくれて、ここの場所でヒーラー2体倒しちゃったんですね、スケルトントラップ。これ結構ね、クイヒーパートにとってはだいぶ痛かった、痛手でした。で、ここでだいぶですね、ヒーラーが削られて3体になっちゃってから、まあ、エイジをかけてしっかりタウンホールは潰していきますね。
これもヒーラー3点になっちゃってるんで、しっかりフリーズかけてですね、クイーンのターゲットが、ヒーラー、クイーンのに、ギアインフェルのターゲットがいかないように、調整していってますね。で、ここでアーシャークイーン、クロークのね、発動がちょっと遅れて、これオートで発動したと思うんですけども、アーシャークイーン相手にやられちゃったんですね。で、そのままあとはディガホグに、ヒーラーがスイッチ、ここまで非常にいいんですが、トームを少し早めに使ってます。これイーグルの着弾1個目で使ってるんですけども、さあ、ここなんですよね。多分ですけども、ここでね、ディガホグがやられちゃったポイントは、おそらくここだと思います。ですね、終盤に効果力が残っちゃったんですね。イーグル4、グランドウォーデン、ロイヤルチャンピオン、バーバリアンキング、さらにアーチャークイーンと、全ヒーロープラスイーグル4をいっぺんにこの中心部で受けちゃったわけですよ。で、こうなってくると、相手のですね、ヒーローたち、グランドウォーデンを除いて処理できるのは、ね、ディガーだけになっちゃうので、まあ、ディガーだと、まあ、ロイヤルチャンピオンがいますけどね。こいつらが一生懸命処理してくれたんですけども、イーグルの着弾プラス、まあ、効果力のロイヤルチャンピオンと、あと、ま、ババキンだったりね、アーチャークイーンの攻撃に、ディガーとホグライダー、まあ、特にホグライダーですよね。潜れないホグライダーは、ターゲットが外れないんで、もう一回ターゲられたらそのままもうやられちゃうしかなくなっちゃうので、一気にここで落とされちゃったというのがね、ちょっと、誤算だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはね、本当にもう結果論でしかなくて、自分がやれって言ったらすごい難しいんですけど、今回のケースで言えば、火力のね、集中しているところでしっかりトームを使っていくっていう判断を、できていればおそらくいけたんじゃないかなっていうふうには思います。ヒーラーもスイッチしましたんでね、しっかりディガホグにこのヒーラーがスイッチ、まあ、アーチャークイーンがやられてもヒーラーがスイッチするっていうのはこのクーヒーディガホグの、まあ上級から中級の、まあ、行動テクニックだと思うんですけども、それがねできていたのでおそらくまあトームのタイミングだけだったんじゃないかなっていうふうにはまあ、思います。というところですね。で、まあ、クヒティガホグを使う場合、まあ、最近の村の特徴として、まあ、今回のね、このキーさんが攻めたこの4番の相手みたいに、ものすごいヒーローを一点に固めてるっていうケースは、まあ、そんなに多くはないと思います。ある程度分散してるので、まあ、今日見てもらった 1,2,3 本目なんかは、クヒパートで何体かヒーローをこう、倒してからディガホグを出すっていうことができてましたよね。まあ、こうやってヒーローの分散ができるんですけども、こういうヒーローが集中しちゃったりしてる、高火力ゾーン、明らかにもう狩り場が準備されちゃってる場合には、トームをそこに合わせていくってことをしないと、さすがのね、ディガホグにヒールをかけたとしても、相手のダメージが上回ってしまえば、回復しきれずに終わるというところが、あるので、そこだけはね、注意しながら使ってみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日、クイヒディガホグ特集をお送りさせていただきました。まあ、初心者向けのね、内容にしたつもりなんですが、ちょっとまあ、内容を少し、難しかったかなっていう気もしなくはないですけどね。まあ、ただ、ここからですね、まだまだ発展系があって、突撃艦をね、まあ、いろいろこう使っていく、応用型だったり、まだまだ、変化系はたくさんあるので、まあ、そういうのはね、過去動画から見てもらうとして、まずね、クイヒディガホグを始めたいという方は、ぜひ、今回紹介したようなその考え方、相手のタウンホールと防衛軍を潰してから、ルートを作って、ディガホグをスタートするというね、この辺の、発想っていうのを意識しながら、何度も何度もこう繰り返してみてもらうと、まあ、形が出来上がってくるんじゃないかなというふうには思います。ぜひね、参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いします。ぜひね、皆さん関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。